今大会は成功おめでとうございます。ありがとうございます。今大会の総括をお願いします。はい、まず、この大会を群馬県前橋市で開催できたこと、本当に感謝申し上げます。運営に携わっていただいた全ての人にも感謝申し上げます。ありがとうございました。総括ですけれど、予選リーグから出場した試合が多く、このレベルも上がり、チーム戦術もあって、チームカラーというのはすごく出た大会かなというふうに思っておりました。決勝トーナメントでは、今日の決勝の通りに、やはり両チームともゴールキーパー、センターバックを中心に固い守りで、でも得点がなくても見応えのある素晴らしい大会だったというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。